クイズ Yes or Not。 第1問、大豆を稲のわらざとで摘み40度程度で保温して出来上がる発酵食品で、納豆キナーゼと呼ばれる独自の成分を持つものは何？イエス。ヒントはどうやってちゃんだったら納豆。正解は納豆。苦情の正解です。第2問、クイズ Yes or Not。 神の子ダビデの子とも呼ばれ、救い主キリストであるとされるキリスト教の運動家は誰？納豆。正解はイエス。イエスキリストが正解です。さあ、いよいよ最終問題です。第3問、茨城県の水戸といえば何？えそう。納豆。正解は納豆。正解者にハワイ旅行ペアチケットをプレゼント。さあ、じゃあ誰と行きますか？一番美味しいパターンが